本日は風磨選手にお越しいただきました。風磨選手、お疲れ様です。お疲れ様です。今日のプレーで自分の今日のプレーで一番いいプレーは何ですか？パス、ドリブルではなくて。ドリブルは得意なんですけど。はい。じゃあそのドリブルを、そのドリブルを磨いてください。はい。はい、じゃあ将来の夢を教えてください。サッカー選手です。サッカー選手、はい、どんなプレイヤーになりたいですか？目標の選手は。ネイマールみたいにドリブル上手くなりましょう。はい、じゃあ最後に、市川校に来てるコーチの中で一番誰コーチが好きですか？伊藤コーチです。はい、本日はお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。